はい、こんにちは。今日はね、睡眠について、役立ったことについて話していきたいと思います。えー、今日ね、えー、つけてるスマートブレスレット、スマートウォッチとも言いますが、こちらのメーカーね、えー、3つぐらい買った中で一番いいんでね、えー、お安くてコスパ最高で性能もいいし、アプリも充実しててね、日本語で正確にデータを取ってくれると。 というもので、えー、役に立ったあスマートウォッチで、えー、便利に使ってますので皆さんにもぜひ使っていただきたいんでね、今日はそこ、睡眠について、えー、どんなデータが取れたかを1ヶ月使ってみて話していきたいと思います。ではこちらですね。はい、えー、こちらのスマートウォッチが私が気に入ったスマートウォッチと見やすくてね、はい、えー、心拍、こちら今測ってるのが 血中酸素濃度まで測ることができるスマートウォッチとなります。今日は睡眠についてね、えー、お話ししていきたいと思います。こちらの商品。えー、まずね、睡眠。私もね、最近睡眠が深かったり浅かったり、浅い眠りが多いんですよ。で、1ヶ月、こちらを使ってみました。半信半疑でね。はい。で、なんでかというとお、こちら、ティックウォッチプロにはね、睡眠の 計測ができないんですよね。せっかく3万円ぐらいで買ったティックウォッチは欠点として睡眠だけがーデータが取れないといった欠点があったんで、まあ、お安い、えー、3000円前後のこちらのスマートブレスレットを寝るときはこちらに付け替えて、えー、測っております。睡眠計測ですね。えー、眠りでやはり大切なのはね、 睡眠時間よりもぐっすり深く眠ったかということですね。はい。深い眠りと人間は浅い眠りを繰り返しますのでね。それをデータにとって、1ヶ月とってみたのを今からお見せしたいと思います、まあ。眠りが浅いとどうなるかという症状をまず話してからお話したいと思います。まず起きた時に体がだるく、すっきりと起きられない。 午前中から疲れている。朝食が美味しくない。食べる気にならない。日中仕,が仕事がはかどらない。午前中、日中の眠気が強い。休日は平日の2時間以上寝坊をしているといった症状の方は、まあ、深い眠りに達してないということですね。 はい、えー。そういったわけでね、私もそういった傾向にあったんでね、えー、こちらのスマートブレスレットを装着してみました。これにはね、えー、時計側ではそのデータは見れないんですけど、こちらは自動でですね、えー、睡眠を感知して、えー、寝た時間と起床した時間をちゃんとね、えー 計測してくれる、この専用のアプリ、えー。こちらを今日は中心に見ていきたいと思います。睡眠について興味ある方はぜひ見てください、えー。19週目に入りましたね。で、その前1ヶ月だから、はい、これが18週のデータです。で、睡眠。これが浅い眠りと深い眠り。これは週で見ております。1週間で。 寝たのが、深い眠りが38時間56分。で、浅い眠りが20時間21分と。で、睡眠時間が合計で59時間17分。で、目覚めているが3時間43分と。これは週ですね。月で見るとこういうふうに出ます。で、はい。えー、これが、え、4月度の、はい。4月7日ぐらいから購入して付け始めました。 ここは7日ですね。で、7日からずっと撮ってますので、えー、浅い眠りが上の方ですね。深い眠りというふうにデータが取られております。で、えー、まあ、これが4月7日から撮った分で、えー、1ヶ月は経ってませんけど、136時間13分が深い眠り、浅い眠りが60時間58分と、 まあ、わ、私は睡眠的にはね、えー、かなり、えー、ぐっすり寝てる方だと思います。こういうふうにね、簡単に見れます。これデータなしですね。買ってないから。3月、4月、一ヶ月、約1ヶ月ぐらい前から始めたんで、そのデータが月。で、これが週ですね。週で出ます。で、日で出るようになっております。で、これが見やすい。えー、だいたいこの時ね、23時ぐらいに、 お布団の中に入ったんで、そこで、この黄色は起きてる時間ですね。目覚めてる。ちょっと目覚めてムズムズしながら、浅い眠りが約1、2時間続いてますよね。それからこれが深い眠りといった具合で、ぐっすり深夜はやはり寝てます。で、明け方ちょっとトイレに行ったんで、ここで起きてますね。はい。そういったところまでこちらは、ちゃんとね、センサーで反応して捉えます。 でトイレに行って帰ってきて、しばらく布団の中でこうなんか浅い眠りがずっと明け方なんでね明るくなってきて続いて気象が7時59分というふうになっております。これをタップするとね、これをちょっと戻りますと、はい、こういうふうに出ますね。はい、このグラフ、この白いのが多いほどたっぷり寝たというふうになります。 でこんな風に出ますね23時15分、23時ごろふ布団に入って、こんな感じです。はい。で、それをさらにタップすると、はい、こんな風になります。それで、週で、こうですね、グラフ、月で、さらに月のグラフ。で、ここで、こう見ていくことができます。さらに、戻って、先ほどのグラフですね、えー、これをタップしてもらって、これでまた、 はい。深く寝たのか。これが、月曜日、今日ですね。今日目覚めたのが、まあ、8時ぐらいですね。はい。一回トイレに行ったんで、ここ、はい。起きてますよね。で、えー、昨日、日曜日、5月5日は、こんな感じですね。はい、えー。ここで軽く寝たんですけど、ここでまたなんか、いろいろ、トイレが、回数が多くて、はい。トイレに行ってます。で、寝て、 えー、7時59分、8時に目が覚めて、も割と早く、この日はあまり深く寝てないという感じです。それでも5時間59分は寝て、浅い眠りが2時間46分。その前はこう、はい。よく寝てますよね。土曜日、金曜日、木曜日というふうに見ることができますので、非常にね、 えー、優れた健康管理ができるスマートウォッチです。カロリーもすべてね、えー、酸素、血中酸素濃度も出ますし、見やすい、はい、えー、スマートウォッチ。私も愛用してますので、えー、こちらの製品とこちらのアプリ、非常にね、えー、相性がいいみたいで使いやすいです。ぜひ、えー、皆さんも睡眠管理やあ血圧、 その他、ね、血中酸素濃度まで測れます。この価格で3000円で、えー、連休明けはね、えー、しっかりと健康を管理して頑張って働いていきましょう。では、えー、明日からの仕事を頑張ってください。では、いい、また商品がありましたらご紹介したいと思います。では、またです。さようなら。